仕事のためふるさとの成人式に出席できないバスガイドさんたちのために、はとバスでは今日一足早い成人式が行われました。12日の成人の日を前に、大田区のはとバス本社で門出を祝ったのは、福島や岡山、鹿児島など10の都道県出身の新成人20人です。あいにくの雨の中、華やかな晴れ着姿のガイドさんたちは、おなじみの黄色いバスの前で記念撮影をした後、先輩ガイドさんの案内で明治神宮に参拝に向かいました。そして無事成人の参拝を済ませたガイドさんは次のように抱負を述べました。大人になってお酒飲みたいです、いっぱい。はい、仕事頑張ります。ありがとうございます。大人として接客できるように頑張ります。1年充実した日々が過ごせるようにと、はい、書きました。みんなで仲良く毎日笑顔で過ごせるようにと書きました。成人の日に仕事でふるさとに帰ることができない新成人のため、はとバスは1962年から独自の成人式を行っていて、式典は今回で48回目だということです。初の平成生まれも含む今年の新成人は2人に1人がこれからの世の中は悪くなると将来を悲観的に考えていることがアンケート調査で分かりました。この調査は結婚情報サービス会社オーネットなどが今年成人式を迎える全国の男女832人を対象に先月行ったものです。それによりますと、新成人の 50% が将来を悲観的に捉えているほか、現在抱えている不安については今後の進路と答えた人が 69% と最も多くなっています。また政治に関する項目では、日本の政治はうまくいっていないと答えた人が 88% に上りました。このほか結婚への意識では 80% の人が結婚したいと回答したものの、経済不安などから結婚を先延ばしにする傾向が強まると思うとした人が 66% に上りました。